前回ベンゾジゼピン受容体作動薬、略してベンゾについてやりましたが、視聴者の方から重要なコメントをいただきましたので取り上げたいと思います。ゆかりさんからのコメントです。今回も有益な情報で、ベンゾ系服用により依存性ができ、さらには減薬・弾薬後の離脱症状出現と、患者にダイレクトにダメージを与えることは明白。非ベンゾという紛らわしい名称による誤解や根拠のない推奨には驚くばかり。精神科医はこの推奨をもって安全であると本当に思っているのか、甚だ疑問であるが、全員に依存や離脱症状が出るわけではないため、患者の訴えは原疾患の悪化と捉えられ、増薬となる場合が多く、その精神科医のさじ加減でいかようにもなってしまう。ここで薬に精通している薬剤師のチェックが入ればいいが、大抵の場合そのままである。精神科医には依存性の問題や正しい減薬方法を学んでいるのか疑問である。で、私が気になったのはこの精神科医は依存性の問題や正しい減薬方法を学んでいるのか疑問であるという部分です。というのも、ぶっちゃけた話、これまでの臨床研究の成果によりベンゾの確実な減薬方法は存在しないという事実が明らかになっているからです。正しい減薬方法は存在しないので、どんな精神科医も正しい減薬方法を学びようがありません。以下、臨床研究の結果を見ていきます。これは昔の研究になるのですが、ベンゾ長期使用者を対象に認知行動療法を行いながら徐々にベンゾを減らすグループ23人と、突然にベンゾをなくすグループ19人におけるベンゾ中止成功率を比べたプラセボ体操無作為化比較試験によると、両群における成功率に有意差はなかったと報告されています。減らし方にこだわっても意味はないということを示唆する一つの研究となっています。ベンゾを減らす速度を比べた研究はありません。ベンゾ長期使用をやめる戦略を調べた臨床研究に関するメタ解析によると、ベンゾを徐々に減らす戦略は通常治療に比べてベンゾをやめやすくするのですが、減らす速度そのものを比べた研究はないということが分かりました。つまりベンゾの確実な減らし方は存在しません。正解はありません。ベンゾを他の薬に置き換えてベンゾをやめることを試した研究もほとんどありません。ベンゾ長期使用をやめるために別の薬を加えた臨床研究に関する系統的創設によると、網羅的に文献を探索した結果、質の低い研究しか存在しないため、確実な結論を出せないという結論が明らかになりました。つまり、確実な置き換え薬は存在しません。ということで、現時点の根拠から言えるベンゾ依存の解決策ですが、最初からベンゾを2週間以上連用しないこと、これにつきます。いくらベンゾに依存の危険があるといっても、1回飲んだだけで薬物依存になることはありません。2週間は連続して飲まないとベンゾ依存にはなりません。ということは、ベンゾを2週間以上連用しないというルールを決めておけば、ベンゾ依存が起こることはなくなり、この問題は根本的に解決されます。とはいえ、すでにベンゾ依存になっている人にとっては2週間以上連用しないというのは何の解決策にもなっていませんので、減らし方を考える必要があります。一気弾薬、これ成功すれば一挙に問題を解決できますが、離脱症状の危険があまりにも大きいので基本的にはやめておいた方がいいです。 PMDA も一気弾薬は推奨していません。そこで徐々に減らすということになるのですが、正しい減薬方法は確立されていないということがメタ解析で明らかになっていますので、この現実を受け入れる必要があります。ベンゾの減らし方がうまい名医はどこにもいないと思っておきましょう。さらにベンゾ依存を他の薬で治療する方法も確立されていないということがメタ解析で明らかになっていますので、この現実をも受け入れる必要があります。ベンゾを減らせる特効薬はどうにもないと思っておきましょう。ただ、心理的な介入にはかなりの意義があるということも臨床研究で明らかになっています。例えば、自助グループなどです。故に、ベンゾをやめることを最後まで諦めないという姿勢が大事になってくるのではないかと思います。本日は以上です。ご清聴ありがとうございました。